五竜岳は、平山脈後ろ縦山連峰にある標高2814メートルの山。山体は、富山県黒部市と長野県大町市にまたがり、山頂部は、富山県側に位置する。男性的な山用で、日本百名山の一つ。竜のみを旧字体にして五竜岳と表記されることもある。旧字体による表記は、五竜岳。JR 東日本を井い都線。 上城駅の西8 4キロメートルに位置し、中部山岳国立公園内にある、鹿島槍ヶ岳と並んで、後ろ立山連峰の主要棒の一つである。遼山はちょうど吊り橋の支柱のように、日本三大キレットの一つである、八方キレットを挟む形で鎮座している。遼山はそれぞれ逆側からは登りやすいが、遼山を重走するためには、難所である。 発泡キレットを通過しなければならない。山頂部は、脳皮流門岩型の溶血業海岸山腹は黒雲母河黄岩からなる。山頂部は、森林限界を超える鉱山帯で、1952年に多くの鉱山植物が自生している南斜面は、白馬岳周辺の山域とともに、白馬連山高山植物帯の特別定員年、記念物に指定された。 苔植物の南ジャモンジャゴケが1951年初めて五竜岳で採取された。岩ひばり、火薬くぐり、コマドリなどのアコウ山帯の鳥が生息している。山頂の北西 2.0km のガキ国上流部の砂岩斜面には1906年に発見され翌年から鉱山の創業が行われた大国銅山跡がある。そこで精錬された銅は牛により、 唐松岳と八方尾根を経由して運ばれ1918年に閉鎖された。五竜岳山頂部当面の武田美氏の雪形、古く越中側では、ガキ岳と呼ばれていたことが、1700年に奥山周り御用によって作られた奥山お境目見通し絵図に記されている。また同じ頃の絵図には、五立山という山名も見られ近代登山会でも論争された。五竜が、 五流に通じることから、今日の五だ岳であろうとする説が大勢を占めたが、後に、それが、鹿島槍ヶ岳であることが、ほぼ確定した。1908年7月に、三枝武之助が初登場して、五流という当て字を行った。一方、新州側ではこの地域が、戦国時代に武田市の半島にあり、菱形の雪形が武田家の紋章に通じることから、 おひしと呼んだ。この五稜が五竜に転化したという説もある。白馬山六では、1970年に第22回読売文学賞の鹿俳句賞を受賞した野沢節子が、落日の竹山節の竹田美志の句を読んでいる。後ろ山連峰の稜線に自生する高山植物の小松五竜だけの登山口でもある。 白馬五竜スキー場のアルプス展望ペアリフトの下部には2001年に開設された白馬五竜鉱山植物園がある。小松さん、高根なでしこ、日光木スゲなど200種以上100万株の鉱山植物の花々が初夏から秋を通じて見られる。ヒマラヤの青いケシやエデルワイスのなどの世界の鉱山植物が見られる。開園期間は6月下旬から9月上旬まで、冬季は 豪雪地帯のため雪にうずもれる。1908年7月に、三枝武志之助が白馬岳から鹿島槍ヶ岳へ重装した際に登頂したのが、最初の登頂記録である。1931年3月に、京都大学の登山パーティーが唐松岳から鹿島、槍ヶ岳への積雪基礎登頂を行い、立教大学の堀田八一らが、宇奈月温泉から鹿島槍ヶ岳と五竜岳の、 越中川からの積雪基礎登頂を行った。1973年に白馬五流スキー場ゴンドラが付設されると、遠県尾根からの入山が従来よりも容易となった。山頂直下の北側の急斜面の岩場には鎖が設置されている。山頂の岩場は360度の展望で、西に黒部川を挟んで退治している。縦山連峰、南には鹿島槍ヶ岳を望むことができる。 小園県産から望む五竜竹、大糸線、上白駅西の白馬五竜スキー場のゴンドラテレキャビンを利用し、と、尾身から、アルプスガイラまで移動してから、円県尾根から、後ろ盾山連峰の狩猟線の白竹に達し、五竜山荘を経営するルートが、最短ルートである。また同線、白馬駅から、八方に出て、八方尾根スキー場のゴンドラアダムとアルペンクワットと、乗り継いで、 八方池山荘まで上がり、八方尾根を唐松岳方面まで進んでから、唐松岳頂上山荘の分岐を南にとって、大黒岳、白岳経由で山頂を目指すルートも人気が高い。さらには白馬岳方面から、大木沢方面に抜ける重層路もある。釈子岳、槍ヶ岳、吹剣と続く、天後尾根をたどって唐松岳に至り、五流岳直下の南所を越えて、 キレット小屋付近の八方キレットから釣り尾根の危険箇所を通過し、鹿島槍ヶ岳、霊地山荘、G ヶ岳から柏原新道を下って、大木沢に出る。あるいは、種池山荘から降りずに、岩小屋沢岳、鳴沢岳、赤沢岳、座り岳を経て梁木岳に出るコースもある。梁木岳からは、大木沢へも出られるし、黒部湖、七層ダムへ、また、 北アルプス南部へ抜ける裏銀座コースへも続いている。五流岳山荘から望む五流岳稜線の安部などの登山道には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は1951年に白馬山荘の経営者であった松沢恒久により新設された五流山荘である。積雪量の多い地域であり、 営業期間外には閉鎖される。白馬村、北条から望む五竜岳から石岳へと連なる、後ろ山連峰、剣岳から望む白馬岳から、五竜岳へと連なる後ろ山連峰、後ろ山連峰の中央付近に位置し、西北西の東下に山へと尾根が伸びる。北東 1.0km に位置する白岳からは、東南東に、東見尾根が伸びる。円見尾根には、 西縁検算、大中縁検算、中縁検算、小縁検算のピークがある。当面には岩峰がある。以下が源流となる河川で日本海へ流れる。ありがとうございます。